皆さんこんにちは、トーマグループ東間です。私の著書社員を喜ばせる経営より、今いる社員が辞めずに育つ人材育成の成功法則をお届けさせていただきます。昭和によるアフォーメーションで社員の腹に落とす経営理念の浸透のために、私がお勧めしているのは、ことあるごとに理念を昭和する、ね、ことを、言う極めて単純な方法です。当社では朝礼、経営会議、部門会議など様々な場面で最初に経営理念を社員全員で読み合わせます。地道な作業ですが、急がば回れで、結局これが一番確実な方法だと思います。会社によっては経営理念を丸暗記させているところもあります。しかし丸暗記はできても実際に浸透していないということがほとんどです。記憶は頭の中に言葉として住み着くだけ、ただの念仏、空念仏になってしまうからです。ですからそういう意味では、ね、必ず昭和をする、この意味はですね、声を出してみんなで昭和することは形式的なことだから社員に響かないのではないかと思うかもしれません。しかしそんなことはありません。自分で声を出して、それを自分の耳で聞いて、相手と同じように声を出すから、その声も一緒に聞いて、その行為を繰り返しているうちに自然に言葉の内容が体の深部に分け入ってきます。そしてやがて腹の底の方でしっかりと定着するのです。このアフォーメーションというのは目で見て、ね、それで口に出して、口に出すと耳に入ってきて、その耳に入ってきて耳からストーンと心の中に落ちる、潜在意識にぶち込む方法なんですね。まあ、当然宗教の念仏とかこういうのも同じなんです。ですから口に出して耳に入れて腹に落とす、そういうことをすることによって、ね、ですからまあこれ宗教みたいで悪いものだったら大変なことになっちゃいますけど、いいことであるならば、ある意味では、ね、心に落とすということで実際に行動がですね、その通り動くようになる。またそうじゃないとですね、気持ち悪くなるんですね。ね、ですからそういう意味では理念で昭和していても、そんな理念を反するようなことをやりだしたら実際にはそれができなくなるね。昔大阪の方の、ね、料亭で、ね、鮎の、ね、塩焼きの使い回しをしたっていうところあるんですけど、例えばそこが、ね、お客様を、ね、美味しいものを食べていただくというような理念を毎日のように昭和してたらできなくなります。それはね、ですからそのぐらいやっぱり昭和するっていうことは、自分が理念に沿った行動をしているかどうかの、ね、お払い落ちになっているので、これがいい結果を生むということです。ルー・タイスという人が提唱したアフォーメーションという自己コーチング理論をご存知でしょうか。ポジティブで自己肯定的な言葉を繰り返し口に出すということです。それが現実のものになっていく効果を得るということです。これは超科学的なオカルト効果でなく、実際に自分がポジティブな言葉を 声に出して言うことによって、その人が積極的に目的や目標のため具体的な行動が取れるようになるという心理的な効果です。自分自身に対するマインドコントロールとも言えでしょう。まあ、このマインドコントロールっていうのがいい効果であるならば、ね、とも明るく楽しく元気前向き、いいことじゃないですか。ね、そういうことはやっぱりコントロールしてもいいんじゃないかな。まあですから、そうじゃないものはまずいですけど、やっぱりそれが社員が幸せになって、お客さんが幸せになって、会社が発展することであればいいことなんじゃないかなというふうに私は思います。日本にも言霊という言い方があります。言葉を口に出すということは、私たちが思っている以上に私自身に影響を与えていることに注意しなければなりません。その言葉を自分で聞いてマイナス感情を大きくしていることに気づくべきなのです。逆にポジティブな言葉を、ね、口にする癖をつけていると、明るくなり、勇気が湧き、人が好きになり、自分も好きになってくるのです。経理念やビジョンはポジティブな言葉です。毎朝の朝礼で儀式のように全員で経理念を昭和することは、ものすごく、ね、パワーとなって社員全員が植え付けられるのです。多くの企業がこの方法で経理念の浸透を成功しています。とにかくプラス発想でね、いろんな意味でこう昭和をする。だからマイナス発想なんかがね、理念に入っちゃまずいわけですよね。この間もちょっとある方から聞いたんですけど、人間っていうのは何々しちゃいけないとか、何々ができないとかいうことは
頭の中ではできないとかそういうことっていうのは関係ないんだそうですね。やっぱりこうするって言った言葉らプラスの発想がやっぱりみんなに受け入れられるということを言ってました。やっぱりそういう意味では常にポジティブな言葉で、ね、毎日朝礼でやることによってその日一日がそのね、元気になるポジティブになるそういうことをやっぱり経理念はあるのかなというふうに思います。うちの社長もですね新入社員が入った時に、ね、この理念の話を徹底的にします。やっぱりそれは、ね本当にやっぱり社員に心に入ってもらいたいからこれが必ず幸せになる方法だからということです。だから採用の時にうちこの理念ですけど共感できますかできませんかできない方は採用しません。やっぱり理念に合った人を入れていくということがすごく重要かなというふうに思います。ぜひ理念の経営理念の浸透を、ね行っていただきたい。そのためには昭和をね断るごとにしていって、ねアフォーメーションで心の中にダーンと落とす落として落として落としまくると理念に反することができなくなる理念に反するような発言ができなくなる。そうなった時に一丸となった方向性ができるし社長が年中見てるわけじゃないわけですからこの社長が年中見てなくてもそのような行動をするということこれが重要かなというふうに思います。今日のお話もし気に入っていただけたら高評価をいただきたいし、ね YouTube のチェックをですねしていただければありがたいなというふうに思います。どうもありがとうございました。